バードウォッチング。違います。今私が見ているのはもっと純粋でもっと壮絶でもっと奇妙なものです。なんだか知りたい。誤解しないでください。覗きなんて下品なものではありません。皆さん方は恋愛というとどういう言葉を想像なさるでしょうか。甘い、失敗、それとも苦い。でも本当の恋愛というものはそんな浮ついたものではありません。お互いの命を懸けた壮絶な戦いの始まりなのです。私は今そんな戦いの中に巻き込まれようとしている一人の男を観察しているんです。じゃあ失礼。どうしたの？ママのお葬式だったの。そうか。悪いこと聞いちゃったね。そうだ。オルゴール好きかい？うん。あげるよ。え？いいんだ。遠慮しないで。でも、悪いわ。いや、いいんだよ。俺が持ってても仕方ないもんだ。じゃあ、こうしましょう。私、代わりにウサギのぬいぐるみあげる。え？それならいいでしょ。うちにはぬいぐるみいっぱいあるから、それと交換ならいいわよね。あ。じゃあ、明日、ここで。あ、ごめん。明日はちょっと、ダメなんだ。てか、会社行かなきゃいけないんだ。そうだな。じゃあ日曜日。いや必ず来るよ。指切り。そんなことしなくても信じるわ。ありがとう。小さな別れで憂鬱になっていた一日だったが、その子の笑顔で救われたような気がした。みんなの、はい、いえいえ、そんなことない。はい、楽しいご旅行を。でもそんな小さな約束も忙しい日常の中ですっかり忘れ去っていた。名前を気にしてください。何考え込んでるの、タジ君。いや、俺日曜日なんか約束があったような気がしたんだよな。忘れるような約束なんて大したことないって。で、映画の後に食事でもどう？ねえ、見て、ほら、かわいい。かわいいね。ポケットウサギだよ。それ以上大きくならないからね。あたし、代わりにウサギのぬいぐるみあげる。そうだ。え？悪いけど、俺ちょっと用事思い出したんだ。だって、食事まだよ。いや、ごめん。今度絶対怒るから。ね、ごめんね。じゃあ。あ、ひどい。
のお礼です。ああ、君、あの子のお姉さん？待ちました。来ないのかと思ってた。ごめん、あの急用ができちゃって。そうだ、君にもなんかお詫びしないとね。じゃあデートしてくれますか？え、来週のお昼ちょうどでいいわ。またここでデートしてくれますか？あ、俺でよかったら。もう遅れませんよ、約束。そんなことしなくても信じるわ。君、何してんだろうな。ガキじゃあるまいし。君、先週の君島久子です。あ、俺佐治和彦って言います。いやー、見違えちゃったよ。あんまり綺麗なもんだから。女の子って1週間ぐらいでそんなに変われるもんかな。さてと、今日はどこへ連れてってくださるのかな。お任せしますわ。私の顔ばっかり見て、なんか私顔についてますか？いや、あんまり美味しそうに食べてるから。だって本当に美味しいんだもん。でもみんな忘れてるもんさ、食事の楽しさなんて。楽しまなくちゃ損でしょ。だって今日この食事が最後になるかもしれないんだし。おかしいですか？好きだよ、そういう生き方って。今日は本当にありがとう、楽しかった。また会える？じゃあ来週ここで。明日は？明日はもうあんまり時間がないわ。え？来週までなんて待てない。じゃあ明日6時にここで。いいわ。綺麗これ。じゃあ乾杯。何に？そうだな、君の輝くような若さ。乾杯。乾杯。私あなたとならうまくやっていけると思った。え？でもやっぱりダメだった。ちょっと急に何言い出すんだよ。ごめんなさい。おい、ちょっと、おい、
久子さん、久子さん、久子さん、いるんだろ、開けてくれよ。久子さん、私がしたいんだよ。久子、久子、久子、やめて。いるんだね、やっぱり。やめて、帰って、お願い、美しい思い出だけ残させて。何があったんだ、そんな言葉に納得できるもんか。なぜだ、わかんないんだよ、俺にはわかんないんだよ。帰って、お願い、帰って。違う、違う、違う、待って。サコ、あなたのせいじゃない、みんな私のせいなの、みんな私が悪いんだから。サコ、もういいんだ。違う、いいんだよ、もうお願い、私の話を聞いて。あの日、ママのお葬式だった。え？ママは老衰で亡くなったわ。24歳だった。何言ってんでしたか。セミは何年もの間土の中で眠り、そしてたったひと夏の命を終えるわ。ママもそうだった。私たちはある年齢に達すると急速に年を取り死んでしまう。まさか。でも私だけは違うと思ってた。若さで輝いてる時代がもっと長く続くと信じていた。じゃあ、あの少女は。そうよ、あの公園の少女は私。だからもうすぐ私も。ちさ子、来ないで。もうあなたと一緒に過ごす資格なんてないわ。ごめんなさい、あなたに近づいちゃいけなかったの。あなたを悲しませるだけだったわ。でも私一人ぼっちだったの。一人ぼっちで生きていけなかったの。でももういい。あなたのおかげで楽しい思い出ができた。来ないで。来ないで。
We'd be back to self-esteem.